はい、皆さんこんにちは、カヨマリノでございます。今日はですね、ついに小室圭さんの就職先が判明いたしましたので、これをね取り上げたいと思います。日本でもですね、小室圭さんをめぐる、ニュースで小室圭さんの就職先 の、あの概要だったりとか想定年収っていうのが書かれてるんですが、それがどこかというのは分かっていませんでした。で、そこでですね、アメリカのヤフーで圭小室と調べてみましたところですね、もうトップページに小室圭さんが就職するです、勤務しています法律事務所のホームページというのが出てきました。ローエンシュタインサンドラというですね、法律事務所でして、ここの、ホームページ従業員紹介欄で圭小室ということで、このようにですね載っております。はい、でこの小室圭さんが働くですね、ローエンシュタインサンドラという法律事務所はどういった法律事務所なのかといいますと、軽くご紹介しますと、1961年ニューヨークで創業いたしまして、1980年の時点ではですね、すでに弁護士が67名所属していたということで、この時点でスタッフも150名いますので、相当ですね大きな法律事務所であるということが分かっています。で2008年シリコンバレーに事務所展開しまして、以後ですね、ベンチャーテクノロジー関係のホームを提供しているということです。小室圭さんは以前ですね、クラウドファンディングに関する論文ですね、あれを書いて表彰されたということで、少し話題にもなったので、小室圭さん自身もですね、そういった IT 関係と法律に関する分野で今後活躍していきたいというのが強く出ているなというふうに思います。でこの法律事務所のですね、紹介欄でもその小室圭さんの配属先が出てまして、それがですね、テック系ということなので、小室圭さんは、そういった事業にですね、どんどん入っていくのではないかということであります。で2020年最近 の、このローエンシュタインさんとかの状況はですね、ある法律事務所の、ランキング、ランキング、付けによりますと、アメリカの法律事務所の中で全体の107位に位置するということで、かなり大きい。で所属弁護士をなんと350名いるということですので、かなりですね大きな法律事務所であるというのは言えるんじゃないかと、今も成長し続けているということにはなるんですよね。で小室圭さんがですね、こういった紹介ページに載っていることを受けて、紹介ページにはですね、ロークラークというふうに出ていて、日本で言うと事務員ですよね、パラリーガルみたいな、そういった位置づけということで紹介されていて、なので小室圭さんは別に弁護士枠じゃないみたいなふうに書いてる、ネット上のね、書き込みもあったんですけれども、当然ですね、小室圭さんまだですね、試験の結果が出ていませんので、現在はロークラークという、位置づけになるのは当然のことなのかなと思います。それは弁護士枠で採用されなかったとか、そういう、話ではないと思っていますので、純粋にですね、この法律事務所に、司法試験を取ることを前提に採用されているということは、それはその通りだと思います。で、この気になるですね、このローエンシュタインサンドラーの収入、年収ですね、調べてみますと、アメリカのヤフーでですね、ローエンシュタインサンドラー、年収みたいな感じで打ちますと、転職サイトとかたくさん出てきまして、そこの情報によりますと、パートナーになるとですね、3300万円からということが書いてありました。で、アソシエイトですね、アソシエイト弁護士だと年収は2100万円ほどというふうに書いてありましたので、小室圭さん年収1800万スタートということなので、情報的にはあながち間違っていないのかなと思っております。で、この法律事務所のプロフィールのページによりますと、日本語が堪能であるということが、紹介されたりとかしていて、これだけですね、350名の弁護士がいる中で、日本人の弁護士っていないそうなので、小室圭さんが唯一の日本人、弁護士になるのかなということで、こういった、日系関係の、お仕事とかでは非常にいい戦力になっていくことが、期待されてですね、採用されているとか、そういう感じもしています。いずれにしてもその小室系ブランドを買われて採用しているということはまず間違いないのかなと思いますね。はい。で、普通にですよ、通常普通に考えて20代で年収2000万弱の、プレイヤーになるということはですね、これはもう本当にですね、
世間一般でいう勝ち組ですよね。あの勝ち組ルートにすでにまあ乗っかってきているというのは言えるんじゃないかと。であとはまあこの日本のね、あの秋篠宮の眞子さまとの、まあ、結婚とかもちょっとどうなっていくのかっていうのは分かりませんけれども、あの通常の本当に普通に考えていけば小室圭さんというのは勝ち組なわけですから、まあ、このあたりがね、あの本当にまあね、日本の批判もありますけれども、あの小室圭さん自身はね別にでもあの何かやらかしているわけでもないと思いますので、まあ、うまくですね、難しいと思いますけれども、なんとか会見でですね皆さんに納得してもらえるような、少しでもですね誤解が解けるような、そんな話をねちょっとしてほしいなと、あの少しは期待しているところでございますので、まあ、会見というのを楽しみにねしたいと思っております。はい、ということで今日はですね小室圭さんの就職先が判明しましたので、これをね取り上げさせていただきました。皆さん以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。